はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の人気コーナーけけちゃまのコーナーでマクトお兄さんが登場しましたね。今回の質問はどんな家に住んでみたいかということだったんですが、マクトお兄さんの答えはからくりのある家だったんですね。そして滑り台などがあってお風呂から一気に滑っていって名前をつけるのがウォータースイミングフラッシュというところで、マクトお兄さんかなり困った上で出した答えでしたね。久しぶりにマクトお兄さんが答えに詰まっているところを見れてちょっと面白かったような気がしますね。はい、今日はお母さんと一緒のけけちゃまのコーナーでマクトお兄さんからくりの家についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。